桜の作り方をご紹介します。字幕をオンにしてご覧ください。花びらやパーツを作って、複製して花を作る方法で作っていきます。最初にデフォルトで入っている球体を左上のボタンのシーンを開いて、球を選んで消去をします。そしてまた左上のボタンシーンで球を選んで追加します。花びらなので右支点にして青い丸をドラッグし、球体の厚みを薄くします。正面を向いて検証ボタンを押します。右上のボタンからドラッグを選んで、花びらの形になるように下にドラッグします。右上のボタンからトリムを選びます。ミラーになっていることを確認して、投げ縄を選んで V 字を書いてトリムをします。ミラーになっているので、左右対称にトリムできます。ボクセルを選んでリメッシュ、解像度130くらいにして整えます。右上のボタンからスムーズを選んで全体を滑らかにします。正面を向いて右下のギズモをタッチして、その上の回転軸をタッチします。花びらの付け根に回転軸を持っていきます。わかりやすいように左上のシーンから球の名前を変更しましょう。追加からリピーターの中の放射状をタッチします。放射状のメニュー、ラジアル Y24 の数字が入っていますが、画面の青の方向に花びらを複製させたいので、数値を1にして、青色のラジアル Z を5にします。桜の形になりました。花びらの筋を描きます。右上のボタンから、フリースを選んで筋を描きます。左のバーでクリースの太さや強さを調節できます。もし背面側に意図しない形で溝が入っている場合は、右上のバーの左から2番目のボタン、フィルタの中にある正面を向いている頂点のみにチェックを入れてからクリースをしてみてください。桜のおしべを作っていきます。花びらを選択した状態で、追加から球を選びます。花びらを選択した状態で追加すると、放射状グループの中に入れるので、花びらと同じようにリピートをしてくれます。おしべのちょうどいい位置と大きさになるように調節します。また球を選択してる状態で、今度は追加からチューブを追加します。大きさを整えてください。ギズモを押すとチューブを編集できます。線の横にあるオレンジの丸をドラッグすると線の太さが変わります。形が意図しない方向に行く場合はスナップを切ってください。チューブを選択します。検証をして形を確定します。花びらを選択して左下のカラーを選択します。好みの色を選んで、すべてをペイントをタッチします。右上のペイントを選んで、右下のカラーから好みの色を選びます。花びらに少しグラデーションをかけます。
おしべを選んで、同様に好みの色をつけていきます。桜の完成です。左上のバーの右から2番目のアイコンをタッチ、背景の色が変えられます。太陽のマークを選びます。環境から好みの環境を選びます。露出で明るさを調節します。左上のバーのフォルダマークをタッチ、レンダリングの中の PNG を書き出す、で画像を作成することができます。右上のボタンから画像を保存します。また透明な背景にチェックを入れると、背景を透過した画像を描き出すことができます。